は、新小岩にある、クロノワールプラスさん、新しくできたクロノワールプラスさんで、撮影させてもらってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。南葛 SC 6番ディフェンダー三原光平です。南葛 SC ゴールキーパー22の川本です。南葛 SC 背番号21番ミッドフィルダーの安田光大です。南葛 SC 9番フォワード岡田翔平です。南葛 SC 37番ミッドフィルダーの川根博樹です。で長男は待っていいじゃない。なんでなんで頑張ってもらう。俺7月なんで。いそれなんでぐらい7月じゃんでしょ。でしょお前は12月なの。3月。あ、3月なの。95まで俺一番下。お前89じゃねえじゃん。違う違う違う言うてよ。しっかりしてる人かな。でも翔平が回した方がいいんだよ。じゃあでライさん回すんだあれもそうさ。翔平投げる。ちなみにその5人はもういつぐらい知り合ったんですか。南葛ですか。それとももう全然 J 時代とか昔から使用してたよね。みんなねしてた、うん、俺だって試合してたもんね。ベルディだしオレクトだしガンマで。だから正直ここ4人はもうクラブのユースの時からもう多分知ってるはず。俺だけなんで高校サッカー。何高校やったっけ。人生学なんです。でも昔から知ってんじゃない。知ってる知ってる。高校ってより中学校ぐらいから知ってんの。知ってる。ヒロキはね、やんちゃって坊主頭で。それはベルディだろ。ユース出るね。中学校はベルディ。中学校、イエスはもう高校から。高校から高校から。いや安田もガンバでね、10番でさ、人生学園。人生学園聞いたことないでしょ、うん、野球がめっちゃ多分、うん、そうなの。だからここは多分ね、昔から知ってるんだもん。でも俺らの世代もさ、やっぱ有名な選手いっぱいいるじゃんね。現役バリバリの選手。89年前柿谷と出ません丸山雄一とか大前。あ、元気。あ、元気ね。キヨとかじゃん。キヨだ。あ、キヨだけだ。でもあれじゃん、結構ハザマン年じゃない。うん、俺がね。でもオリンピックだから俺らの時ね。でもみんな代表呼ばれてたでしょ。オリンピックの時だけは16くらいからずっと入って。マジ高校生ってスーパーだ。めちゃくちゃ有名だった。ヒロキ、うん、だって俺とお前だけじゃん、大卒。そうだよ、うん、あ、そう、みんな高卒プロか。そう3人。そうだよ。湘南米生まれでしょ、1年目。すごくない。それすげえよ。でも、イガグリ頭。誰がイガグリ頭。大学生イガグリ頭で。で、シンプルに中田秀が好きで、その髪型にしてたんですよ。それ今でも翔平にいじられる。こっち向いて喋って。こっち向いて喋んないで。視聴意識しないで。こっち向いて喋んない。俺は、14からです。14歳から。14歳で、中学生。俺も、14から。でも21ぐらいまでかな、俺。14から21。安田もめちゃくちゃ有名だった、うん、ね。でも俺安田にね、ユースの試合してね、うん、俺退場して、うん、早く東京帰れって言われた。マジで。俺退場して最後のクラブユース夏の。そう、その時安田にクラブユースだったっけ。お前早く東京帰れって言われて。なんて言い返したんだよお前その時。もう泣いてた。最後の試合負けたら終わりで。ガンバ大阪対 FC 東京の U18 で、俺が3年の時にやったっけ。やった。公認の時もやって。公認の時は負けて。公認の時は覚えてる。その時は何も言わなかった。じゃあその時のガンバ強かったってこと。俺匠君も出てて。めっちゃ強かった。あー、ガンバ連覇じゃない。俺は連覇したでしょ、ね、じゃあ今一番強いの安田じゃん。一番強いの安田。この中で強い強いね。じゃあ J 歴長いのじゃあマティ。ヒロキ。ヒロキでしょ。ヒロキだって高校の時もプロだから。高、あ、高2で出てんの。高 3? 高 2, 高 2, 高2で出てんのか。じゃあ三原さんからお願いします。いないです。誰も。でもいい。それ初っ端それ言った。違う、ほんまにおらん。だから誰かと会うっていう。合わせに行くタイプなんで、なんかわかんないです。あ、逆に言うと南葛では。じゃあ誰。いないです。かっこいい。プライベートは
遠藤康君とか山村とか山本修君とか中村明日香のところで子供たちが同い年だったんで結構仲良くさせてもらって難しいな、俺もおらんけど、ランカスで言ったら匠君とはガンバのジュニアユースからずっと一緒やし、だからランカスとガンバの育成を合わせたら何年、7年ぐらい長いね、一緒やってるし、後援も愛媛時代に2年半一緒にやってるから後援も長い。でも南葛に入った経緯も高大に呼んでもらったっていう。そうそうそう、まあ、そうなんだ。高大が俺のこと勧めてくれて、だから次お前だよ、やりやすい選手。いやでも同い年やっぱやりやすいから今まで19年のやつらなんか見ちゃうのやっぱフィールドでも探しちゃうもん。分かるでしょ。分かる分かる。まみんな同い年好きなの。同い年好きも好きなの。接しやすい。接しやすい。接しやすい。ひろきは俺平山そうだとかかな。へえ。結構国見軍団と仲良かったです。やりやすい選手はじゃあその平山ですかね。平山、どこら辺までですか。確かに、いや、なんか遅そうだけど結構速くて、あとボールタッチやわらかくて、うん、結構万能かなって思います。意外とそうそう、ね、その時ヒロキのポジションどう。トップ下。あ、2人で組んでるって感じ。ツントップの下。あ、ツントップ2点の下ってことね。そうそう、だからポストプレーとか。なるほどね。ヒロキね、やっぱ当ててから速いからね。今もめちゃくちゃ速いね。いや、それは早いな。今も早い。え、言った言った、俺も言ったじゃん。じゃあ俺が好き。どれから早い。当ててから早い。当てるの好きで、そう、当てて入ってくるの。当てて入ってくるの大事やな。それ上手。潜り込むのは紅白戦見てて思う。当てた瞬間もういない。いない。そこにもう残像しかない。年齢とともに独身がさ、俺らの代少なくなった。そうそうそう。しかも、いや、わかんない。この辺がね、すごい私生活見せない。こいつが一番私生活見せないから、俺言うもんね。相談するもんね。大っぴらに。言われてるんです。何言われてる。言われてるんです。俺はちゃんと大っぴらに、オープンに話すけど、言わないもんね。言わんわ。だって前より急に彼女できたもんね。いやーって、知らなかったもん。してしたんかい。いきなりいきなりさ、彼女できてさ急に。僕、阿部阿部、はい。もう行けばわかります。行ってください。説明いらないです。まあ、美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。まあ、家族と一緒に帝釈天行きました。これは立石駅かな。おう、うん、住んでたし。あ、それこういうのってアベールもあるし、うん、まあ、お酒好きな人はお酒飲みに居酒屋さんいっぱいあるし。そうですか。はい、ああいう街の雰囲気とか好きです。はい、なんかその選手に歌も会えると歩いてれば。バレバレ車もあるの。うん、そうだし、やっぱ美味しい。普通にスクラッチコーヒーとか、あとお花じゃん、結構街並みとか好きだから。それはないっすね。ない。逆に行ってみたいところは。いや、考えたこともないっすね。これがヒロキっすね。これがカワン。ピースっす。いいキャラクターですね。いや、それで締められ締めんすか。いや、